じゃあちなみに、はい、ちょっと趣旨違いますけど、はい、かなり過激なこともやられてるって言ってたじゃないですか、はいはいはい、企画で、はいはい、それは多分相馬さんのチャンネルでもそうですし、はいはい、他のチャンネルでもそうだと思うんですけど、はいはいはい、もう一番心臓がキュッとなったっていうか、もうこれは二度とやりたくないみたいな企画ってありました？あ、なるほど。わ、それは結構ありますね。結構あるんですけどありすぎて、なんだろうな、例えば昔とかだったらやっぱ YouTube ってやっぱこう CM 出してなんぼみたいなのが結構あって、そんなことないですよ。そうそう、あったんですよ。そういう時代が、全日本プロレスみたいな時代があったんですか。だから額にホチキスやったりとか、はい、あとはなんか画鋲を刺したりとか、まあ、蛍光灯をバーンやって全部切れちゃったりとか。大仁田じゃないですか。大仁田ですね。すごいですね。ちゃんとだからその大仁田さんとかの見て、どこまでだったら行って大丈夫なのか調べる。要はそのこの人たちはプロだから、プロのやるよりもちょっと手前で止めようとか、電流爆破見て、電流爆破見て、どこまでは怪我しないだろうみたいな。あとその額と頭蓋骨のその長さとか調べて、ここまでだったら刺していいよねとかいうのを計算しながら、ギリギリのところを攻めようってずっとやってたりとか、あとはまあ今だったらできないんですけど、その発展場に潜入みたいな、あ、いわゆる男性同士が性行為に発展する場所ですね。そう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 、はい、もちろん動画は撮れないんですけど、それはエピソードで話すみたいな、うん、映画館とかでありますよね。あ、そうですそうです、はい、で結構新宿の有名なところを行かせてもらって、うん、でまあ6人ぐらいで行ったんですよ、はい、もうその知り合いの YouTuber とか友達の YouTuber 集めて6人で、で行って、誰がさ、あの抜いた人から早抜けで行こうと、で誰が一番最後残るのかっていう。何人でいたんでしたっけ。6人です。6人で、でその抜いた人から抜けられるんですよ、そこっていうゲームやろうみたいな企画は結構衝撃でした。やっぱ初めて行くっていうのもあったんで。そもそも行ったってことですよね。そうです。でも結構それが、まあ、僕の中で結構トラウマでもあって、それはその何がトラウマかっていうと、はい、ゲームの人もちろんこう好き嫌いあるじゃないですか、うん、そうですね、でやっぱこうモテる人からどんどん抜けていくんですけど、うん、やっぱ僕全然誘われないんですよ。へえ、人気そうっすけどね。僕全然人気ないんですよ。でなんかこの例えばこう好きいいなと思うとお尻触れるんですよ。でちょっとそのまあ休憩スポットみたいの行って、まあそういうプレーをするっていうのがあるんですけど、はいはいはい、僕いくら歩いても尻触られないんですよ。だからもう最終的にはもう知らないおじさんのケツを触って、どうですかみたいなやるっていうので、いやちょっとみたいな感じで断られて拒否られたんですか。拒否られて、もう触ってもうなんとかっつっていて、もうしょうがないなみたいな感じで抜いてもらって抜けれたっていうのがあるんですけど、なんかその時はなんかもうめちゃめちゃ悲しかったです。やっぱなんでこんな疲れ、でも僕本当にあんまなんかね、やっぱ柔らかい人があんま好きじゃないみたいな、やっぱ男らしい人とかそういう人が人気な傾向あったんですね、その時は。ちょっとラグビー部っぽい。ああ、そうですそうですそうです。マッチョな感じですよね。かめっちゃ韓流系か、まあ、細い人とかも人気はあるんですけど、どっちかに振ってる方がいいんですよ。僕がその前それこそそのメンバーといた時に、その誰が一番モテるのかみたいな、 YouTuber でその2丁目で誰がモテるのかやった時も僕最下位で、それはなんでかっていうと、やっぱその同じタイプの人を好きになる傾向が強かったんですよ、僕がやった時は。例えば熊さん系の人だったら熊さん系が好き、なるほど。でまあ韓流系のメンバーもいたんですけど、韓流系の人は韓流系が好きみたいな、こういうやついないじゃないですか。確かに。そうなんですよ。ってなるとやっぱあんまり好き。確かにその2丁目になんかくくり分かんないですけど、はい、そのビレバン系というか、はい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 、なんかちょっといないですもんね。いや、そうなんですそうなんですよ。だから結構同じタイプの人が好きだからこそ、こういうタイプがいないから好きじゃないのかなとかもあったりしたんですけど、まあ、でも僕それが結構トラウマにはなってます、ね。なるほど。だいぶ引きずりましたか。いや、引きずりました。なんかタクシーで、ね、もうすぐセフレに電話しました。なんでか分かんないですけど、まあまあね、はい、なんか分かんないけど気持ち分かります。悲しかったです。なんかもう悔しいというか、うんうん、相手にされなかった悔しさがありますよね。あ、そうですそうですそうです。最後ちょっともう一個聞きたいんですけど、はいはい、まあもう本当全くくりでいいです。ちょっと絞り出すのに時間かかっちゃってもいいんですけど、はいはい、今まで人生の中で、はい、相馬さんの中で一番怖かった出来事聞いてもいいですか。怖かった、怖かった、何でもいいですよ。でも僕はそれで言うと一番最初に炎上した時ですね。はなんか体験したことなかったんで、ちょっと詳しく聞きたいですね。あの、まあ、炎上はあの、まあ、その友達の YouTuber の人が、はい、ウーパールーパーを買ってて、はい、でそれが結構人気だったんですよ。
で、うん、そのウーパールーパーを、まあ、その食用のウーパールーパー買って、うん、その浴槽の中に入れて、うん、まあ、そのまま食べちゃうってドッキリをした時におはい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 、で当時僕も若かったんで、はい、もうそのままね調理するっていうのを、はい、まあ一応また補足しておきますけど、はい、昔の YouTuber もそれぐらい過激じゃないとバズらなかったと、頭に放置機刺したりとか、そう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 、もうちょっとやばいことやんなきゃいけないっていう気持ちに駆られてたのもあるところです、ね、あ本当です、はい、あの本当にもう爪痕残さなくちゃって思って、うん、でそれをやったんですよ。で、まあ、僕らは食用だし、うん、まあ、大丈夫でしょうみたいな感じで思ったんですけど、もう超炎上して、はい、でそれも YouTube とかで炎上っていう文化があんまない時の炎上なんですよ、やっぱ昔なんで。何年前ぐらいですか？7年8年前ぐらい。じゃあ本当に初期の頃ですね。そうですね、でそれを知らなかったんで、初めて炎上ってものを味わった時は、うん、震えましたね。なんかもう顔も見たことない人がもう僕らの人格否定もう全部してされた時にもう怖すぎて、もう外も出れなかったですし、なんで、あ、俺らもうこのままもう指名手配みたいになるのかな一生みたいな。え、それはコメント欄もですし、ツイッターとかのリプ欄も全部ってことですか？そうです、知らない人とかから言われるっていう恐怖を初めて味わった時は本気で怖かったですね。それは、あ、聞くのも良くないかもしれないですけど、はいはい、例えばどんなコメントが来るんですか？なんか、いや、もう本当にもう本当に気違いだし、うん、で、まあ、気違いはまだ良かったんですけども、うん、こいつら本当に人としてやばい、うん、で何やらせても多分ダメだし、うん、で面白くもないし、こいつらと絡まない方がいいよってあっちの人にすごい言って、本当にこいつらはやばいからっていうのを言われて。なるほどね。そうです、そうです。それはどれぐらい、その動画が上がってからどれぐらい続いたんですか？それが意外と3日とかなんですよ。だから僕は初めてだったんで、はい、これが一生続くのかなと思ったんですけど、すぐ飽きるんですよみんな。その時はね、僕の時は。なんかそれが一番怖いかも。そうです。あとはもうシュンってなくなって、あんだけ人格否定してて、もうお前殺すぞみたいな感じなんです。もう正直もうひどいだろって思ってた人たちがもう急にいなくなるっていう。それだ、逆に言うと、はい、本当はそんなに興味なかったりとか、下手したら動画も見てないくせに、そうです、尋常じゃないぐらいこいつ今叩き時だぞっていうので言ってやってるみたいなことが、うん、もうほとんど占めてたってことですよね。はい、そうです、そうです、そうです。ってことですよね。それをだからちょっと理解できたなっていう、まあ、いい経験だったし、まあ、もちろんやりすぎたっていうのもあって、まあ、あれを見て、ね、嫌な思いした人もいると思うので、まあまあまあ、そこは反省だったんですけど、はい、まあ、ただネットで叩くっていうのはやっぱそういうことなんだなっていうのは理解した。相当嫌んだというか。いやー、もう結構怖かったっすね。本当に怖かったっす。どうやって、まあ、結局それから YouTube 継続されてるわけじゃないですか、はいはいはい、どうやって回復するんですか、その炎上した後メンタルって。正直、はい、まあ、わかんないです。その企画はね、もしかすると、うん、今聞くとまあ炎上するかなって思われるかもしれないですけど、うんうん、今の時代って何炎上するかってよくわかんないじゃないですか。確かに、ぶっちゃけ、はい、まあ、僕もどれとは言わないですけど、はい、これって炎上するほどかみたいなこととかって割とあったりとかするんで、それでもまあ誰かが着火剤ポンとつけたらゴン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 豪華に変わっていくと思うんですけど、そういう時ってどういう風に折り合いつけていくのがいいんですか？でも僕はこれ自分じゃないんですけど、結構あのヒカルっていう YouTuber の人がその人に聞いたのが、やっぱその人も大炎上してて、その時に何を考えたって時に、やっぱこう謝罪はもちろんした方がいいんですけど、その誰に対して謝るかというのと、まあ、要はファンの人をがっかりさせて申し訳ない、うん、自分の大切な人に向けてこう動画を作っていく、うん、要はその大衆とかそのアンチしてる人じゃなくて、自分の今まで応援してくれた人のために続けようみたいな、なるほど、っていうメンタル、確かそれは大事だなと思って、はい、誰に今向けるのかっていうと、やっぱ絶対応援してくれた人たちじゃないですか、うんうん、そうなるとアンチとかよりも大事なことって、やっぱその人たちに誠意見せることなのかなっていう折り合いつけ方、すごい僕は勉強になりましたね。なるほど、はい、まあ、ただ言いたいやつだけに構ってても、あ、そうです、もう一生時間の無駄だし、うん、まあ、自分がね、うん、なんか言うからまた来るっていうのもありますよね、うん、あ、そうですね、ってなると、はい、まあ、応援してる人だけに、はい、ごめんなさいってやりすぎちゃいましたみたいなことを言うって言って、うん、で、あ、これからも応援してくださいねってなると、それがより強固なファンになってくれたりもするっていう、うん、そうですね。ちなみに最後なんですけど、はい、子供たちが今 TikTok とかに動画上げるじゃないですか、うん、はいはいはい、それも何が炎上するかって分かんないじゃないですか、うん、本当に。で、これはもう本人らって歯止めが効かない年なんですよ、うん、中高校生ぐらいの、だって自分ら思い返しちゃってバカだったじゃないですか、はい、間違いないです。そんぐらいの年の子が
携帯であげられるで俺目立てる他と違うぜってできるんだったら、はい、やる気持ちも分かんなくはないんですよ、はいはい、でそれでたまたま炎上しちゃった時って、はい、どうしたらいいですか要はそのファンとかもいないわけじゃないですか、はい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 、応援されてもいないっていう。そういう時にたまたま友達同士で俺目立てるぜと思ったら、はいはい、悪目立ちの度が過ぎちゃった時って、はいはいはい、もうボロカス言われると思うんですけど、はい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 、そういう子たちに対してごめんなさい、ね、なんかちょっと難しいこと聞いちゃうかもしれないですけど、どういう風に気持ち折り合いつけるのがベストなのかなっていう。炎上した子がですか、はい、僕の中ではもう離れるっていうのが多分一番いいと思いますけどね。ネットから見させないとか、まあ、まず反省が一番だと思うんですけど、もう離れるしかないですね、はい、なるほど。あとはリアルの人の優しさに触れるっていうのも僕はかなり良かったです。はい、あ、要はネットで炎上とかしてる時に、まあ、こそこそもうコンビニとか行くんですよ、はい、そういう時になんかこう店員さんがたまたま優しくて、あれいつもありがとうございますって言った時になんか救われた気持ちになるんですよ、めちゃめちゃ。なるほどね、はい、ネットではこう言って、あとやっぱもちろん友達とかもそうですし、はい、まあ、多分親御さんとかもそうなんですけど、やっぱ愛されてるって思うと、やっぱあこういう悪いことしたし言ってくる人もいるけど本当にこう自分のことを好いてくれる人いるんだなっていう実感があるだけで救われた気はします僕は。あ、なるほど、うん、じゃあネット立ち、そして身近な人とのコミュニケーション。そうですね、そうですね、それはでかかったと思う。これは多分経験者だからより響くんじゃないですかね。そうですかね、本当に。いや、僕もう本当にね、ネットリンチも華々しいところまで来てるなと僕は見てて思うので、まあまあまあ、 そこがもしかすると何人か今の聞いて救われてんじゃないかなというような気もするので。本当ですか、はい、嬉しいっすね。いや、あのね、あの経験者しか分かんないですからこういうのって、ね、マジで、はい、俺がいくら炎上大変だっつってもまだしたことないから。あ、なるほど、何も分かんないですもん、はい、確かにね。というわけでありがとうございました。いや、本当ありがとうございました。めっちゃおもろかった。いや、めっちゃ楽しかったです、はい、本当に。最後になりますけれども、はい、僕もですね、相馬さんの YouTube 出させていただいております。もう70万人超えのモンスターチャンネルでございます。そこで生きるチェックをやらせていただいております。もしかするとどんな人なのかなっていうのがまだ分かっていないような視聴者さんもいらっしゃるかもしれないんで、はい、結構丸裸にできてるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひ楽しみに見に行ってください。概要欄にリンク貼ってあります。よろしくお願いいたします。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。